Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。こいつもバイオハザード6やっていきましょうか。人生相談乗りながらね。前回はシモンズがお注射を押されたパートでした。で、そんなお注射からさらに逃れようとしているシモンズがいますので、ボッコボコにしばき上げながらね、人生相談乗っていきたいと思います。ということでね、ちょっと電車の中をとことこ走りながら、まず早速目ね、早速ね一つ目の質問、よいしょっと、ドバン、We're coming for you, Simmons. やっていきましょう。一つ目ですね、ごめんなさい、はい、シモンズここにいるよってね、そんなことどうでもよくて、学生の頃からアルバイトをしてきた会社で正社員になるチャンスがあったのですが、コロナのせいで流れることになってしまいました。今の仕事は好きだし続けたいという気持ちはあるものの、いい年にもなってきたのでいつまでもアルバイトだけで生計を立てるのはかなり難しいです。今のままアルバイトを続けた方がいいのか、仕事を見つけてせめて派遣社員として働いた方がいいのか、どちらがいいでしょうかっていうですね。あ、悩ましいところですね。僕の友人にもいますね。あの某テーマパークで働いてて、で正社員になるチャンスがあったのに、コロナの影響があったせいで残念ながら正社員登用は流れてしまったっていうね、子がいるんですけれども、彼これもう7年か8年くらい働いてるんじゃないかな。毎回ね、そのテーマパークに遊びに行くときなんかは、こんな食べ物がおすすめだよとかね、あのアトラクションは今混んでるから早めに行った方がいいよとかってね、すごいねアドバイスくれるんでね、その通りに行ったら毎回ね最高に楽しい一日を過ごすことができるとパーッていう感じなんですが、まあ、それはいいとしてですね、どっちに主軸を置くかなんですよ。要は仕事が、まあ、正社員になるチャンスがあるくらいアルバイトにのめり込むようなその楽しい仕事ができてると思うんですよ。ってことは幸せなんですよ、あなたが今。で幸せな一方で、でも長い人生を考えた時にアメリカの権威は失墜し結果世界は破滅していたわけなんですが、じゃなくてごめんなさい、むちゃくちゃ言っちゃいましたね、ではなくってですね、何の話したっけこういうね脱線するからダメなんだよね。違う、仕事で幸せなのか、やっぱり将来長い目で見た時に、まあ、こうちょっと男性なのか女性なのかっていうのが明記がないんであれなんですけど、結婚して子供を産んで、で、子育てしてとかって、やっぱりこれからいろいろとね、あのお金がかかってくると思うんですよね。でお金がかかってくるだろうというのが予測される中で、やっぱりアルバイトとか、まあ、もしくはね派遣、せめても派遣社員って書いてあるんですけど、まあ、あのアルバイトとか派遣社員のままで生活をしていくってなると、まあ、長い目で見ると結構苦しいというかしんどくなってくるのが、まあ、ある程度予測はできるというところですよね。ってなった時にお金を取るために今の仕事を辞めて、まあ、今のアルバイトを辞めて正社員登用してもらえるところを目指すべきなのか、それともやっぱり当面結婚する予定もないとか、将来あのそこまでその今のアルバイトの額だけで生活することができるだろうということの見込みが立っているのであれば、あアルバイトを続けていくんじゃないかなというふうに思うので、まずはどっちなんだろうということを、あのね、なんか前 の、 そのお金持ちになりたいとか自由になりたいっていうお話に近いところになってくるんですけど、まずはね何をするかっていうのを決める前に、なぜそうするかっていう、そのある程度 の、 その目的とかゴールっていうのを決めた方がいいところがありますね。あのそれを決めずにまず突っ走ってしまえ、ガーッと行ってしまうと、まあ、ちょっと痛い目見る可能性っていうのがあると思いますので、痛い目見るっていうのは、あの正社員になれませんでしたとかね、お金が稼げませんでしたとか、そういう話ではなくて、あのアルバイトでもう生活十分することができたのに正社員になってしまって、結果アルバイトしてた頃の方が仕事するのとか生活するの楽しかったのに、お金はあるけど結局不幸になってしまったみたいなこともありますし、逆にあのアルバイト続けたけど将来あのお金が足りなくなってしまって、消費者金融に走ったりとか、なんか家族に無心をしたりとかっていう状況になったら、なったで、それはそれでね、あのしんどい状況になってしまいますから、そういう意味ではあのどっちなのかっていう、ちゃんと自分の中で軸をまず決めた方がいいかなというふうに思いますね。ただやっぱり拘束時間が長くなったりとか責任が重くなったりとかっていうのはあるかもしれないですけど、あのアルバイトって、うん、あの食いぶちっていうか結構しんどいと思うんですよね。時給1000円くらいで働くとかっていうのは、まあ、今1000円になっただけねマシですけど、僕某イタリアン料理店で働いた時に800円くらいでしたから、今ね1日働いたとしたら、うん、1日で1600円も差がつくって結構大きいところですから、8時間かかって働いたので、っていうところですからね。こいつしつこいから本当に嫌いなんだよね。
いまいちね、あの何十周くらいかプレイしてますけど、うん、いまいちあの弱点がどことかっていうのあんまりね理解しないままねずっと続けてきてるんで、ね、もう攻略されたりとかそういうの一切見ないで遊んでますから、逃げるのが好きなんだよねこいつね、うん、超ストーカーなくせに、まあ、それはいいとしてというところなんで、まあ、軸をねぜひね決めていただけたらなというふうに思います。幸せですか、それとも後悔していますか。で、まあ、当然正社員になったから幸せになれないかっていうとそういうわけじゃなくって、ちゃんと正社員になったからこそあのお金も儲けることができて今以上に楽しい仕事に出会うっていう可能性もありますから、あのぜひね軸を決めた上で正社員目指すのかアルバイトを受けるのかっていうのを判断してみていただけたらというところですね。あともう一つ、あの正社員を目指すってなった時にあの注意が必要なのは、あのこれ就活の相談をしていただいた方にもアドバイスしたことがあるんですけど、どういう会社がいいのかっていうのはあのちゃんと見た方がいいです。特に目標とか理念とかで掲げているもの、理念とか、なんか行動指針とかで掲げている会社の中で、あ、なんかこの理念素晴らしいなとか、うわ、こういう行動指針ってかっこいいなって思うのがあると思うんですけど、それがその会社の一番できてないことなので、かっこいいとか素晴らしいなって思って実際に働いてみたら、え、全然なんか理念とか掲げてることと違うとか、行動指針全然達成できてないじゃんっていうようなこともあったりしますので、その会社が一番できてないことを偉そうにあの目指しますとかやりますとかって言ってるのが理念行動指針っていうことの可能性が、まあ、往々にしてありえますので、そういう部分ではあの考え方っていうところはね、あのどう働くかとかってちょっと自分のない裁量とか力量次第になってくるんで、そういう意味で言ったらあのやっぱりあのどういう考えのもとこの会社は動くのかっていうことを考えて、あの理念行動指針みたいなのかなと思いますし、就職活動していただけたらいいかなっていうふうに思います。失礼。じゃあまだ死なねえのがこれ爆発どんだけやってるかな、全然倒れやしねえいけるね、こいつほんとマズなんだよね。でこんだけさ、なんだろうな、人間になった時になんでその時に画面にそのライトニングフォークぶち込まないのかなと思うんですけどね、仕事的に知らないでしょうね、あなたこんなびっくり変身 大魔王みたいなね、なんかレオンももうちょっと戦い方考えた方がいいんじゃない。まあ楽しみでね、あのこのゲーム自体で6ってなんか不評だけど結構僕はね好きなんですよね、なんかアクションゲーが好きなんだろうなっていうことね。あ、よしよしよし、こいつすごいよ、あのね普通腹筋とかでさやるときさなんかうわって上がってくるじゃん、こいつの場合はねなんかねあの何かに引っ張られてる感じで、マリオネットみたいな引っ張られ方で、うわらしょうわら飛んでけブン。はい、じゃあ次行きましょう。コーチングを学んだきっかけ、コーチを目指したきっかけを教えてください。あ、なるほど、コーチングやってみたいっていうことなんですかね。まあおすすめはしますよ結構、あのうん、やっぱりいろんなね相談の窓口とかあって人生いろいろ悩む、いろんなねあの人生の窓口があると思うんですけど、やっぱり相談者がいないときに自分で自分を解決する際にあのどうしてもやっぱ自分の意見っていうのが中心になっちゃうんですけど、コーチングやってると結構ねあの、まあ、冷めた目っていう言い方するとあれだけど、あの客観視することができるんで結構ねいいと思います。で、学んだきっかけに関しては僕が大学生になった時にあの一緒に出身高校の、女の子のバスケットを教えることになったんですよ。で、ブルーホース、ちょっと、これまで女子の顧問やってた人が転勤することになったから、お前ちょっと代わりに見てくれないかと、新しくその新任で来る先生もバスケ専門じゃないから、お前に見てほしいという感じで、依頼を受けたんですね。で、まあ、もともと僕、小学校6年生くらいから、バスケの選手よりもコーチやりたいなっていうふうな思いがあったんで、喜んでさせてもらいますっていうふうに、まあ、2つ返事くらいでね、するようになったんですよね。で、ただ、技術を教えることができてもそれだけなんで、なんかやっぱり思春期の女の子のそのメンタル的なコントロールって難しいな、多分難しいっていうか悩むだろうなって思ってたんですよ。なぜかっていうと僕今まで女の子が苦手で、女の子とかの、まあ、彼女とかいましたけど対面で喋ったりとかするのがねあんまり得意じゃなかったりしたんで、それだけじゃなくて、まあ
男兄弟だったんで、女の子との関わり方とかね、対面の仕方とかっていうのが、まあ、いまいち微妙なところがあったりとかしたんで、うーらべ、ガッチャ、俺のチーム、俺の死ねよ、ごめんなさい、口が悪かった。っていうところがあるんで、まあ、何かそのメンタルの部分もちょっと鍛えられるような何か手段を考えなきゃいけないなっていうふうに思ったわけですよ。でその時に、まあ、コーチングっていうのは、当時はコーチングっていう言葉、コーチって言葉はね、さすがにね、自分がコーチやるから知ってたんですけど、コーチングって一体何ぞやっていうところだったんで、それを、たまたまね、大学の客員教授で来てた K 先生っていうのがいるんですが、 K 先生に、まあ、いろんな4年間かかった先生の中でも抜群に僕はすごくいい先生だなと思ったんですけど、その先生にこういうのあるよって言って、まあ、とあるね、セルフコーチングのセミナー2日間のね、まあ、セミナーというかもトレーニングプログラムみたいなのかな、うん、を学ばせてもらったんですよ。8000円くらいだったかな、でも2日間で、びっちり10時間くらい教えてくれるセミナーで8000円すごい安いなと思って、学生の僕でも手が出せると。で、まあ、結果的にそれを逆に指導するファシリテーターっていう資格まで取るようなものもしたんですけどね、学生コーチで、それをなんか主催でセミナーやるっていうのが僕が史上初かつオンリーワンだったみたいなんですけど、まあ、今は分かるんですけど、当時なんですけど、自分でセミナーを、ね、やるくらいのコーチにもなったわけですが、まあ、そんな話は置いていてというところなんで、だからやっぱり誰かのためにっていうのをかっためですね、女の子たちをきちんとそのメンタル面でもサポートができるようにコーチングっていうのをしっかりと学んだ上で、でバスケットの指導をちゃんとやっていこうというふうな、まあ、決意があったというところですね。で、まあ、その上でまあ、やっぱり女子高生の指導、女子高生って言ったらするとなんかいやらしく聞こえる、別にそんなあれは全然ないですけど、まあそういうのもあって、でまあまあまあ何て言ったらいいだろう、こういうバスケのコーチというよりはコーチングっていうものを通して、なんかね、いろんな人のね、そのこういうことやりたいです、ああいうことやりたいですとか、ああいうことやってます、こういうことやってますっていうね、行動とか夢とか目標とかを聞くのがすごいね、楽しかったんですよ。だって今の世の中見てたら、でコメントとか見てても愚痴とかね、もう誹謗中傷ばっかりじゃないですか。そんなんじゃなくて、ああいうことやりたいんですよねとか、こういうことやりたいんですよね、夢語ってる人間とか目標に向かって行動してる人間って見るのってすごいキラキラしてて、一緒にいてて楽しいんですよ。バスケットやってる子たちもまさにそうでしたし、っていうのを見てたら、これをもっといい方向に導けるような仕事として、コーチをやれるんだったら、なおのこと幸せになれるなっていうふうに思ったんで、コーチをやりたいなっていうふうになったのが、まあ、僕のきっかけだったっていうところですね、うん、っていうところなんで、まあ、だから今はね、普通の営業マンやってね、ガリガリとね、バリバリとね、製品売ったりとかしてますけど、まあ、そういう意味ではいつかね、またコーチングを主軸にした仕事ができるように今、まあ、下ごしらえしていたというところですね。ただね、まあ、今年も30になりますから、そろそろ自分の生き方っていうことをね、まあ、がっつりと方向性決めていかないと、なんかこのままずるずる40、50死ぬってなっていきそうな気がするんでね、うん、そろそろどっかで自分のところに見切りつけていかなきゃいけないかなっていうふうに思ってるんですかね、はい。まあ、そういうことでね、まあ、こういう人生相談の話を聞きながら、興味あるなっていう方がいらっしゃれば、コメントなり DM なりいただければ、喜んで、コーチングさせていただきますんで、結構実績出てますよ僕、こういうこと、どういうことやりたいのっていうこと、まあ主軸、まあコーチングってね、基本的に質問を投げかけて、その人の中で突っかえているものをしっかりと取っ払ってあげて、やりたいことを、軸見つけてあげるっていう話になりますから。まあね、こんなチャランポランなこと言わなくても人間かもしれないけど、ちゃんとね、やりたいことを見つけてあげて、行政書士になった人とか、某スポーツ、まあ、タッチフットっていうスポーツがあるんですけど、女子しかないのかな、これは。と、日本一のチームになった、キャプテンか、日本一のチームのキャプテンを教えたりとか、それから、まあ、日本一周旅行を2ヶ月で達成した男の子とか、うん。
で、まあ、あの僕自身がそのバスケのコーチやってた時なんかはバスケのコーチやってた時なんかは市の大会でね3連覇したりとかね、まあ、僕が見てる時は無敗でした。ちなみに僕が見る前年の年は6位とかだったんで、まあ、6位から優勝的な飛躍ですね、っていう一時はちょっと踏まえつつ、そんな感じですね。ということでね、そろそろこのパートも終わりかな、パートじゃないや、チャプターが終わりますので、チャプターが終わったら、ここで終了とさせていただこうかなというふうに思います。あ、終わったね、うん、あ、Sランクだ、よかった、うん、まあ、シモンズボコボコにしばき上げたんでね、Sランク取れたというところですね。ということで、レオン編がいよいよラストパートになっていきます、ラストチャプターになっていきますんで、最後ね、そこもしっかりと乗り越えて、無事に、期間を目指してやっていきたいと思いますんで、レオンチャプターも最後までご視聴いただけたら嬉しいです。でそれが終わったら早々にね、クリス編いきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。